数曜九短輪廻みそランナーしまくつばエンターテインメント人形2日火曜日午後6時ちむがなさしまくつばニュースの時間なと、はいびんパーソナリティやワンネキシモトタルガーニと中村のよっちゃんばあちゃんしうっくいさびんはい昼夜よっちゃんばあちゃん旧歴うとうて旧歴昼夜9の24日 二十四日、ヤイビンやシワシ、24日、ナトイビクトウフフ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 フや。はい。チュン、ユタサルグトウニゲサビラ。はい。それであの番組のご紹介とですね、えー、こちらのスポンサーさんのご紹介をしていきますので、ユタサルグトウニゲサビラ。はい。えー、この番組はソフトバンク。 中野町店 うちなの,あの音、語り、伝承し、一番組やいびん、ビン毎週、しま葉とば、さする、純ちゃん、ゲストトーク、しま葉ニュースのコーナー、しま葉紙芝居のコーナー、などなど、この内容をし、多くいさびん、また、インターネット、父、見せる方、また、うちなびけや、アイペランカーマ外国運会面える、今回、メンシェル。 うちな金ナサシミシェル、グスヨンカイン、クノバンゴミ、ウミカキルコトンナイビン、マ、ま、たチチウタビミシェルコトンナイビーコト、ジヒ、クノバンゴミ、カナたシ、うみチウタビミげーリ、サビラ。はい、よっちゃんばバちゃん、ニ、はい、フェデビル。はい、よっちゃんばバちゃん、チュあの、ヒクナトイビシガ、ヒクナトンドアじひちんそうらんな うん、体調大丈夫でしょうか。日は体調崩れ大丈夫。茶顔ジュヤイビガヤ。茶顔ジュ。はい。おっちゃんばあちゃんがおっしゃってたように先週急にあの気温も高くなったのですが、また急激に冷え,冷えてきましたね。あかんはい。茶やイビガヤこの旧歴の。 旧ュレキワクルサビーサリアンディジ日、ーシティニチェン、ニジューロコニチマンゴラカラニジューシティニチェンジューシティニチェンジューいティニチェンジューいティニチェンジューんティニチェンジューシティニチェンジューシティニチェーシティニチェンジーシーシティニチェンジーシティニチ

わかるというのが。七<あ>、うん、のする竹井無竹い無る旧暦さんの計算するの。うん、はい。八尾、うん、いや,いや。はい。先ほどあの冒頭の方でもお話ししていただきました。あの旧暦、えー、中夜のしわし、24日間間に納豆いびくと。うん、クリスマスイブ、アイビランド。 <laughs> <laughs> 生の若んちゃいあそこ12月24日ってクリスマスイブをやっぱりあのイメージしてしまうと思うんですけれども「うち、ん、な、えー、うとう」って旧暦の12月24日は「うがんぶ土ふ土うがん」ウガンブチ「な」っていちはやしちのうがんでる一遍定心なしちびしちびの行人会なといびんのお野菜」あ「あっうん」「うん、なんん」「一か年間ややしちまむとくみ草地一遍しりがふえびたんち」うん「たまたぎ正月四そう利用」って。 はい、来週 <laughs>、うん、しびら祭秉や、来週や旧暦の総勝ちを迎えるということで、そちらにまた準備もということなんですよね。うん、はい、ということで今日もですね、えー、今日のテーマは、えー、ウィアファー富士に報告、連絡、相談、うん、国枝のまた都筑委員会納豆いびくと、ほうれん草ですね。 感謝のくくるをあのよっちゃんばあちゃんにお話ししていただけたらと思いますので <laughs>、はいはい、よっちゃんばあちゃんあの、はい、先週のお話にむど、うんはい美意志がウガンブトチフトチウガンのですねまたやっちの,ウガンのうがんのまたン無順番ということで最最初初ははやから、うん、まずはひぬかんにはい。

最後はトイレ。はい。フールの神様です、ね。フールの神様かいのはい。和の神々。<laughs> <laughs> 昔は豚がい,らいたということで、和 <laughs> の神々にも、フ下げて、<laughs> 最後はフールの神様なんですね。うん、はい。そこで1年間の、えー、ありがとうございますという感謝の気持ちを込めるのが、ヤシチのうがん。うん。サンゴアとかも準備、サビイガ野菜、ゲーンの葉を使って、こういう厄払いとかの、 はい、ごち、うん、おぼんおわちのあとふよれがまゆたちゅん後、ち七、うん、ば、ちぬ、うん、ならんが、うんじたちゃがつんでね蜂蜂蜂あねはちごちにあるすせの葉でサンゴは作ってサン作って、うん、場所によってはまた貝殻をまた迷よけにされるところがあったりですね <laughs> はい、またあのよっちゃんばあちゃんの後からご紹介していただくニュースのコーナーではまたあの宮古島で厄払いということでこの伝統文化も素晴らしいですね。ササテティィバロ パロサティパロー。サティパロ。<laughs> 初音はチャイビーがやるサティ、うん、サティパロもね、<laughs> なんか東南アジアの言葉が、ね、<laughs> 外国の言葉が二丁イビが、<laughs> はい、宮古島の文化ということでニュースでお届けしたいと思います。そしてまた来週ですね、あの、旧暦正月を迎えるということで、うん、そちらの準備に向けてまたご紹介していただきますので、はい、ジューユタサルグトウニゲエサビラ。 はい、えー、続いてのコーナーに行く前にですね、はい、え先週のこのラジオ番組の方でですね、えー、皆様あの、の行方不明者の方々のご協力、大変ありがとうございましたはい先週、あの無事に、えー、那覇市半田川に住む男性の方90歳の方ですね、えー、無事に見つかりましたということでご報告がありましたので皆様、この場をお借りして、えー、あちく御礼申し上げます。一平にフェーデービル はい、よっちゃんばちゃんはい、はい、続いてのコーナーやしまくてばニュースのコーナーなと、はいび今起こっているニュースを新聞から抜粋し中村よっちゃんばあちゃんがしまくてばで読み上げるコーナーやいびんはい、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、中夜ぬぬヌー,ヌー,ヌースやいびがや中夜夜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 夜いる夜夜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 い夜 宮古島旧暦の12月最後の牛の日に行われる宮古島市上野の,の野原の国の重要無形文化財に伝統祭起サティパロサトバライ石が1日、と集落を通って行われるた時折強い網の冬の中木彫りの汚面観て 大方針のパ,パントーに噴した子供たちを先頭に草を体に巻きつけた女性たがほいほいんち食い上げながら練り歩き急所を控えた収録をヤコバレびた。タワランチャーや女性チャーや収録内のフルイドニーガマンカ集まって、 午後6時前に出発、パントヤクンウォラバーセント子供たちは手草にちじちゅ、テクサニチいなぐんちゃゴンチャイ、テっンカムチャル、ヤブニッケンエダ、ヤブニケンのダンチャングトレケヤ、ウやチハヤシナガラアルあの、ブラコ。ブラコアチェマインディ、ハジミテントヤクウォウサル、シマジリクンジュウ お面や重かったけど、雨も降り寒かったが、地域のために頑張れたと思うち。話し装備、はいあ。パンテル村の役払いの神様や。この島尻地域と、また、宮古島のノバルという地域でですね。重要無形民族文化財の,この伝統祭祀。サティパロー里ト笑いという行事が。 日、昨日行われたということははい。じゃあ、うん。これちょってくな。さい。はい。じゃあ、のこのパンツですね。パンツはパンツはユーチチャビーあがお面をかぶって泥をつけたりですね。はい。あそこていろんな行事があります。はて。 子どもとまた女性の方々で今回このサ,トサティパローという厄払いの幸せを願ってされたということでですね、うん、あ,のあった行事みたいなんですけれどもはい「べちびらビンや」はい「おちゃんばちゃんナティチ」はい交通安全ということで,ですね交通安全チラシ巻きずく合言葉んちえびんや茶団長をとってよふんあの1日あの 沖縄警察署からのあれで、節分のまネまき運転手の鬼,の鬼退治し、以来に茶壇町から飲酒運転根絶を呼びかけやびた。ん飲酒運転根絶の知らしと、節分の豆まか配布し、交通事故をよく,よくし、手記運転根絶を呼びかけて、関内の住民ちゃん家の意識の普及をはかやびた。ん チーキの地域の沖縄警察の署長さん、また、野村町長さんのじめに、エライチュンチャンホーカー、チマトなナーカワランチャーが、エンサーをたてままきさえし、マミマキサイシ運転ュあの交通安全のアンデさキガンサイサビタこれ、あのタンチ うん、機運転子供と高齢者の交通事故防止、はい、二輪車の交通事故防止、すべ、うん、ての座敷のシートベルト、チャイルドシートを正しく着用することにちでから自転車の安全利用の推進、でこれだけの1あの。

<laughs> なんかあそこや <laughs> 10から警察な <laughs>、うん、<laughs> はい、よっちゃんまあちゃんの警察ではなくてですね、交通安全指導員ということで、なんか何か年内ビがやんか、ね、なんか60の後半ぐらいから20か年ビけないがや。やがて30年になりますかね。<laughs> はい、交通安全,安全の指導員ということで、またあの学校の,、うん、あの子どもたちの,あの安全を守ってですね、あの信号の。 角であの見守りをされたりですね。他にあのこういう出発式などを行って、あ、いろんなエビデンスがまた参加されて、あの交通課とは長井篤やシルバー交通指導員や、地域あれです。はい。チ大体二人ぐらいうるばで、うん、男と女とし、でその上は伊賀ビケジミッチェうん、三名いらっしゃるんですね。加えはい、怖いとか、北玉とかかも 昔は茶屋ビータがや昔の,あのよっちゃんばあちゃんクーサルトチ幼い頃ですね交通指導員にウイビータがやさいあくさ車にって向る交通指導員すか屋 <laughs> いビんや車に行けることに選<は>んで、うん、<laughs> 昔は車がないので交通指導員とかいらっしゃらなくて、うん、やこれまたこの地域の方々の顔を合わせての,あの昔は馬車馬車馬で引っ張る車と これ、牛の車マシあいびたが引っ張ってシガフパティタヨ。ちゃんウジアビタがスピードや。よなよな。あちゃいぎいる。かあちゃいぎいる。と。走らないよ。全然。牛のンジェン、ウシンだくらくしてウシナチュルゴトンのせい。ありころと同じぐらいのスピードん。 面白いことに昔鉄道が通ってたんでるお話ちちゃびいたしがうれ、ん、ぬ,ぬう鉄道んでやびーがやけんびん鉄道はいけんびんけいびん鉄道けいびん鉄道がんてやチャ、はい、んかいトゥートーるけいびん鉄道あたんどんでるこの鉄道も <laughs> よんなよんなやびーたがやよんなよ、うん、なあのなはからかでなまであったらばってはいあしせなべんぬちゅんちゃが話しやよ、うん、あの奇跡の音ちちゃにて奇跡、はい、の音を聞いて聞いてはい

<laughs> 歌ででもありますすねかい声回 <laughs> 回だけ2回2回3回のんやこの「警備員鉄道」はこの物を「もの」「砂糖きび」などを運ぶ あの役割だけではなくと、なくこの人、人々、また繋ぐ役割。あの、なんたがて、さとうき、ん、び運ぶためにやったんで。はい。が後から、はこがちくやにぬしやに、けいびんくす、どっかなった。うん。ちゅなしゅるごとなったらば <laughs>。ああ、後から人を乗せるようになったわけなんですね。うん、もともとはこのさとうきびとか。ものを運ぶのを目的にされてた鉄道だったみたいですが。うん、窓を開けた時は、ちゃあやいびたがや。

はい、軽便鉄道んでるまた今度はの特集でですねうっちゃんばあちゃんにお話ししていただきますが、うんはい、今では想像できないですねうち何回鉄道が通奏単独をんでるとい一ち、ね、はしあの、うん、やんばるまで鉄道を通すんちょうな話が私が立ち消えになってるさ今は車がもう主流ですがもう昔はもう歩くのがもう当たり前だったんですねでクネダイビ々たちがのサバニでので また渡られたたりですねまたこの歴史をたどっていくとこのやんばる線から与那原方面の方にもですねこのタムン薪を運ぶということでよ国からててのをっるる、うん、また東す。るとかもにて船からいっていらうん 那覇にに行くときは朝いい八時出発ねっ、はい、間1<日>12時間1日かかるぐらいのそ,<う> <laughs>、はい、それぐらいまでゆっくりだったわけなんですね <laughs>、うんはい、今お話ありましたこのやんばる線とかですね、はい、この昔はこの いろんな方々の交流する中で商売の中で交流がまた生まれたということで言葉や茶やビータが初めて会ったこの地域の方々の言葉の名りとかですね。あもの違うんよ。<laughs> うん。隣に<の>がて、うん、別にアーソンチェさんいったはい。なめめどにしまの言葉で近いろ。<laughs> <laughs> <laughs> はい、今ありました「<laughs> ドゥヌ島の言葉」これは自分の生まれ育った地域の言葉、うん、ということですよね。や今チャタンでも隣の沖縄市そしてギノワンでもまた言葉が違ってたという。違う。うととやいし、はいい、うん <laughs> すごい歴史があるんですよね、言葉にも。名古屋、パルカチウムポチチャサササね。畑のことパルカ畑ってイ掘ってきたって。うん。パピプペポになるんですね。千葉の方面に行くとまた、ハヒフヘホになったりですね。こっちハビランでるこちっちゃびいたしが。こっちサビラアランドっていうことですね。ウルも違うさね。うルくの言葉も全然違う。イタマモモサシエン。 一番言葉の真似しよう。うん。しやさし、イトマド言ツバ。イチマンシャイビイチマンクツバ。イユがコンチョ魚売りの方々ですね。イカチェエガね。イね。やわらかい。イユがタカサのコーラン。イヤシミット、ウチギサコンチョでイヤしてください。ってはい。う言葉にも情がありますね。うん。 面白いよね。はいうん <laughs> はい、よっちゃまちゃん、またまたお話もどい美意が宮古、うん、のサティパロオンディルさちほどお話が「さとばらい」ー里払いですね。宮古の言葉も違いますが宮古、はい、に残っているこの重要無形民族文化財の伝統祭祀「うん、サティパロ里払い」というあの行事があったということです、ね。 はい、はい、よっちゃんばあちゃん琉球新報より里払い幸せある一年に都サティパロンディルニュースやイビータンそれではもう一度コマーシャル挟んだあとに、えー「アンやタンやうちなわ」のコーナー、えー、旧暦の12月24日「しちのうがんふとちうがん」そして「うがんぶとち」のお話とそして来週の「旧暦総勝旧暦の正月のお話ですね、うん、またサルグ「ゆたさるぐ」と「うにげさびら」。 はい、えー、続いてのコーナーや、あんやたんやうちなのコーナーやいびん、古きよきうちなの姿を中村よっちゃんばあちゃんがお話しさびくと寝たさるぐとおにぎやさびら。はい。はい、よっちゃんばあちゃん、はい、まだやしちのうがん、そしてあのがんぶとちされてない方々、まだ間に合いますかね。まだ間に合うよ。<laughs> はい、今お店でもいろんな意識も打ってるっていうことですね。あの、うん うんまねはい、お店には今このお供え物のセットということで、うん、あのまとめて売られていたりですねありますのでぜひまだ屋敷、あのー、のうがん屋敷ランチはもうあの日の缶と尊名にこの日頃の感謝の気持ち、うん、あのアパートに住んでるんで <laughs>

ははいそれではよっちゃんばあちゃん今日はあの初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、うん、今日の「やしちのうがんですね」またあのお供え物ですね、うん、もう一度ご紹介していただけますでしょうか、うん、はい、はい、よっちゃんばあちゃん「う茶ぬくこれは餅を3段重ねたものをこのやしちのうがんの時、うん、準備サビーが野菜白餅3段の 大中シのーニたシロ白いさ。はい。鏡の真っ白に映るんでいるので、うん。鏡のサンセット、はい。基本やるばで、うん。三段重ねたものの三つですね。うん。はい。これが、うちゃかが鏡、うちゃく。そして、先はや、チャーが、お先は次はとや、うん。あれごはい。

はい、そして先ほどだいびたしがアライグミンでこれはあの水であの米を洗ったものですね7回あれあれや、うんそれを入れて先ごわしって最初に日の間案内かけて、うんはい、足から今度は2の葉大、うん、の,の葉、はい、馬の葉、はい。イの葉、うん、で屋敷,屋敷の上口

<laughs> うんはい家中の二次帰りからするとかまん人が出入りするところですね今ありましたの日の神様日の神からあの最初日の神そして北の神東の神南の神そして西の神ということで、うん、その後に情があるところ門のあるところどころに、うんえー、挨拶をするということですねはい最後やマーヤイピーやい 最後は、うん、フールの神。フル、トイレの神様ですね。うん、トイレの神々に感謝の気持ち。うちなぐちでよっちゃんばあちゃん流で、ヌンチやびがや。うん、はい。うがんの。ああ、うがんな。はい、はい。今年、今年、これも自己流でんの。うん、今年、ゆかるひまさりふうとうて、やしちのごんうさぎやびにちょってあんな言ってから。うん。うん、はい。はい

はい、あの歌とかさ横向きとお年寄りがあって、うん、あのいろんな言葉一筋がよはい、うん、いろんな言葉いら現代風大切なのは感謝を込めて言葉にするっていうことが大切なんですね島言葉は分からない方々やもう大和口に島 B がや、あのー

はい。じゃ、あよちゃんばちゃん、この島言葉でまだ、あのー、わからない方々もいらっしゃると思うんですけれども、ありがとうございます。さも、ニフェーデービルっていうこと。にぺーデービルはい。見守ってくださいね。ヌンチちやびぃがや。ミーマンティクミソーリ。ミーマンティクミソーリ。見守ってください。<laughs> はい。これを、この言葉をですね、また皆さんぜひ、あの、使っていただけたらと思います。<laughs> はい。これが、ヤシチノウガン。 そして場所によってはまた絹刊に絹刊ののが焦点するとい,う日ということも言われていてですね7本の先行ですね、うん、階段のように7つ並べられてそうそうされたりですねまたあのある方々やまたチャタンの方なんですけれども1本この先行がなくなったらまた1本ということでですね7本をつないでいくっていう方々もいらっしゃるんですね。そ

ちっちゃいタワラ風に、ま丸いつくなくとタワラで、ある三つです。ああ、白おにぎりを、り真っ白いおにぎりをですね。うん、これは一月二日、これはたてうがんの時にサビが安い。うん、うん、はいもううがの時期でこの旧暦年末から年始にかけてですね。うんうん、お酒、うん。 これがヤシチのうそして、えー、うがんぶつち、ふつち、うがんやいびたん。うんはい、そして、よちゃんばちゃん、先ほどありました、来週の月曜日が、うん、あの、旧暦の正月、うん、え、旧正ということでですね、そちらに向けての、また、あの、感謝の気持ちということで、また来年もミーマンティクミソウリということをお伝えするんですね。うん、はい。 はい、それでは旧暦の正月また来週に向けての準備もされる方々いらっしゃると思うのですが、うん、よっちゃんばちゃん旧暦の総月賃会に向けてあの準備されるものっていうのは、ね、アイビーがや<あ>うんこれ豚のレバーとかこれ,とこれ日の関係う咲いて<が>うん、さんでしねやうん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  ウサギたとやにんじあとにはとうとうめ仏壇に、うんえー、これはあの豚のレバーとか豚のと耳,耳が,耳がとを添えてやるんですね、うん、またあのうちぬくはまた餅は数が違うということで。 あのよっちゃんばあちゃんのやり方でですね。うちのノコンデうん。あの三段が三ガサネシゴムチ。うちムチャの組んでいるバーってうちノコうん。しょうがャのむヤツーノムチ。うん。もちハロンで、リゴインカタントコボカダティ。うん。ああ、ウノコトバイペーシうン。シビラサイビンヤ。ん。チェノバチあンのタントコボカジャテんでこの。 六に一遍停止な言葉がアイビーたちが売れ茶の法師の言葉や言かや、うん、新年の流かや、うん、改まる年にたんとこぼかざって心からしがた若くないよさと心からしがた若くなるっていうか健康であるっていうことさ若ずしとるんですね。

はい、こうやってうさぎものにもたんてこかとくったこれにもみんな意味があんりることではない、うん、これはう昔からよっちゃんばあちゃんが空うさるとうち幼い頃からもっと伝統代々伝わっている行事なんですねはいそしてあのこの「朝の右眼」ということであのよっちゃんばあちゃん朝のティーだ特にあの冬のティーだ冬の太陽は 体にいいっていうことで。体にいいよ。うん、カルシウムがいっぱい取れるっていうさ。カルシウムになるんですね。うん、カルシウムがいっぱい取れるって。うん。ティーダウガンリルことちっちゃびしが太陽を拝むこの朝日が昇ってきたら、うん、このカルシウムを浴びて今日の一日のまた始まりと感謝の気持ちを込めるっていうまた沖縄ならではのまた伝統がありますよね。

朝うがん。うんうん、朝うがんっていうのも太陽が昇る時間帯なので。朝うがんを人間はしてみて。うん,うん。この朝うがんの時の太陽が昇る時間ですね。6時とか7時。うんうん、朝の早朝に、あのー、この、年日、えー、今年は猿年、羊年を食って、猿年に行サル猿年の、うん、当たる方々ですね。猿、うん、年ごくと。はい。 この時またあの,うさぎもの。ウサギものウサギモノ、アイビーがや。うん。マーニュー、ダメモノ違いしがて。はい。おたくみじまおとってやよ。何で、うん、ドンボリティタカノート、ドンボあティ大きなどんぼりドンボリネ。マルごと。<laughs> シシンマルと知らんごとんくい、うん、でこにマ丸ごとソナガくシママ。キランゴイポンシオうマム。ま。カかテウガンソギタト。なま、ね、サニカコマネアンインジューにんじゅ。はい。またエカンチャムチシンチャムシェちゃんめカン、うん、チャムシェイバーテン。シミンのカコトティ。サバンジャンコて、ちチチモトツサラゴンカクワキティ。 今ありましたこの朝うがんこの丸ごと豚も丸ごと獅子肉丸ごと大根もかまぼこも切らずに丸ごと置いてこれはみんなで家族で囲ってあの1年間ミーまんてきみそうりんでるくくろくみて感謝の気持ちをこの朝うがんの時にされるんですね。 ちょうこれ大和の文化でもありますね、えー、餅をこの刃物で入れてはいけないっていうふうに言われたりですねこの刃物を入れないようにこの丸ごとうさげることでこれはまた久米島のよっちゃんばあちゃんの習慣にしがって久米島に行くと久米島に習慣でやってるはいこの土地はぬんちやビーガやこのうがんさぎる土地や グイスですね。ああ <laughs> うん。うん、<laughs> その時によって言葉を変えたりするんですい。中夜の何,何月何日何といびくということで日に茶日々にまたと、はいね、らう十二支がありますので例えば今回でしたら旧暦の。朝晩、うん、うさぎしゃ今年猿と死ぬちゅう。うん あのえっとねあったたおルちんちゃムのロサギクテててトリサ。うん。うん。シミドシにサルの息が、ガ、うん。口チナヤガ、サロドシノク。カラじガンジュシメラチクミソリティもう健康きがんさ、はい。うん ありましたミードいうのは新年で新年新年新しい年にサル年の生きがサル年の男の子でした生きがサル年の女性の方でしたいなぐこの体が重視また見ーマンテクそうリということで感謝の気持ちとまたシビっていうのはただお祝いをするわけではなくてド年にも当たってるということあです 健ごいし、やこはずすという意味でやるわけ。うんはい、であの、としびの前の半年、その前の年から名薬、めやこ、なかやこ、あとやくんうん。と言ったら、うん、今年の人たちは、今年に入ってるようや。はい。だいのど月まではや年。ああ。はい。えー、このとしび、ことでしたら、さる年なので、その前、去年、ひとじ年の時には前薬、前や

もうこのウマンチュたくさんの方々の健康を願う、うん、また忍痛ウ,ウガンということですねよっちゃまちゃ忍痛ウ,ウガンやあのまた沖縄の伝統的なウ,ウガンやえび石が宋賀純慶ィ新しい正月年を迎えると忍痛ウ,ウガンということで親戚各地域を回る行、うん、事が、うん、あいびがえの自分のもとの,元の生産のもとのお家から始まって、うん

フに知る豚もこっちたくさんのごちそうがあるということでまたこの忍痛うがんの時には線香とお酒を持ってお世話になった方々この自分の親戚のところ親戚だけよ。とうとう目回っていつもありがとうございます。 これもまた沖縄のテ、伝統ンバジャン、うんしや、はい、そしてぬぬぬぬちゃん,ばちゃん,んやぬぬ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 ぬネぬぬ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 ビぬぬ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 ぬのぬぬ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 いぬぬ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 ぬ 昔はあの食べるものもない中で火を燃やしてそれで温まるって、うんはい、体に換するということで、はい、火消こっち。うん、ちむんくくるん温まってここでまた交流の場があったっていうのがまた沖縄の伝統、うん、歴史遺伝や指にゃ。はい、よっちゃんばちゃん。 そして、あの、さちほどの、あの、トゥシビウユウエですね。トゥシビ数字のお花深海もドイビーが、うん、えー、今年、あの、ドシですね。サルドシを迎えて、あの、人間、あのね、ウガンですね。うん、アイビーシが。それ以外にもされるところ、例えば家族にヘビドシ、ミードシがいらっしゃったり、ルドシ、トイドシ。不あの、節うんではて、家族全員の、うん、あの、体にんはい。うん。 ちなみにおうちのチョーノ。で、チューナチン、キャのチューナチューナチューナゴムスタイオン。ジュニミュニケット。で、ジェクトやなまあ、まとめて。はいちょうなんごれ、チョーナン、シシンカーさんにて。ノ、うん、ーデシローシロ、ノーデシガウィン、ノーデシェクト。<laughs>

うん、ひまごさんが6名。うん、はい、もう大家族に今たくさんいらっしゃるんですが、すこの不死のうがんっというのはこの家族の一人一人の、あの、うん、健康を願う日があるんですよね。今回、旧暦1月1日、旧暦,旧暦の,あの1月1日や、あの、猿の品かいなとえびくん、はい。その2日からスタートになるんですよね。うん、ねシュトラウタツミ、ウマツつサ猿、鳥、鳥が。 ですのであの1月旧暦1月2日は鳥になってます、ね。鳥の方からまたあのこういううがんが始まったりですね。そうなると、うん、あの猿年はもう後ろの方になっていくんですね。これはビ後年。後年、うん。あとと 後の方にこの猿年の日とまた年日でお祝いえお祝いというこのはい朝うがが始まるわけなんですよねああそうかはいちびらさいンやはいおちゃんばあちゃん先ほどのあのこわっちですね昔はカ沼の,の食べるものたくさんなくてもあの少しずつこのお正月七日七日が一平楽しみやったんどんでる、うんうん、<laughs> そこでまた健康くんちをつけてということでありましたそう,そう,うん

今でいうこの和菓子だったりこの洋食だったりですね。うん、アンパンとか初めて食べた時はいつの時になりますか昔アンパンでアイビータがや。ねえらん。わたやばるとってねえらん。うん、パンでしやエちにちゃることンチち,ちゃることにねえらん。見たことも聞いたこともなかったんですか、うんうん、はい。何四んか三の番にわたって十三、わたってんじ。初めてあまをとってるアンパンでしうん。

さしュるからしがごはんがちに、ぬからいちょうてや、すぐうぐらくてや、いいちんだらんと、やがちしんにたりとかたいなぐんや。いちゅこがそうてんじゃればて、こっちかまそうにいやね。わたよしこっちゅうこちかりがちしんにしゅゃ。や、ぬうかまちゃんにしゅうや、ぬぐらゃゅうやゅうわからんばって、ん。しんにしゅうやが。はじめてこのわさびを食べたときの。 わさび大変だったっていうことでそれを話したお母さん寿司のことも分からなかったんですがコレグスリリティーあコレグスはアイビタかヤあれマンドタトングラシコレグスマンドシん。ミンカムコレグスリティーあさしみんかいの味付けでされてたわけなんですね アンパンと、そしてよっちゃんばあちゃん昔あのアイスクリームを初めて食べたお話がアイビー氏がアイスクリームチャイアイビーたか昔。アイスクリームない。イクサ終わった。イクサ終わった。パンちゃんしごめいなちから初めてアイスクリームからはい。ああアイスクリーム食べたのは戦後、ね、戦後。はい。これまた戦後に実家ねや。うん。三十年代くらいがや。はい。昭和三十年。 3 4五年ぐらいにいるアイスクリームを初めてからうんよっちゃんばちゃんこのアイスキャンディーはあったよあアイスキャンディー、うん、はいこのアメリカからのこの缶詰をたくさんいただいた時にその時に初めてアイスクリームが一応丁高い野菜アイスクリームはいらんよ、うん、シャーベットアイスクリーム缶詰きりにときてゃんなや <laughs> <laughs> いややいびんや何かこの毒味をさせられたんでいるお話が あれ、アイスクリームはアイビランタが安い。アイスクリームはポーク缶詰。ポーク缶詰。ポーク缶詰。あのお話もいっ、ねうんはい、面白いお話が、いびし氏が。昔は本当に食べ物ですね、貴重品で。えー、うん、芋の時代って言われた時代もあってですね、主食が芋だったということで、芋<よ>うん。これはもう数、もう一番高いのは芋だよ。はい。 芋きこの主食がもう芋で朝昼晩まあ、してはこの一日3食も食べれない時も、うん、アイビ相びたがやあったよ戦争中ほとんどないです、うん。一食かみね、はい、この一食もうわていちなか、うん、んだ場にしろ まあ、そういえば、とまあ、その年になって、薄くりちゃうね。薄さにし。うん。まあ、そのか、薄いって、かんだばいって、薄さって。薄いに、ぬえびーが。塩水です。あ、塩水。あ塩水で、あの、少し増やすようにして。味付けして。うん。ああ。何か、かんだばいって、終わり。あ、かんだ。だしも、何も飲まない。芋の葉っぱ入れて。うん。

戦時中やこの,の…シャンジングアンリクソンナマコマロヤノカヒノカンケアンチテチジュのブンチエンオブコーサギクトウサンディアカマリタンテセンソンカワテカジャングルの中ヒングマテラチュクトと、ナムンデジュアンナ はい、うん、命をつないでいくので、やっとあったんですね。うん、今、よっちゃんばっちゃんからありましたもん、ジャングルであの生活されたこともあってですね、本当にこの食べる、このものがないときには、またこの身近なものを家族で、みんなで力を合わせて、それで命をつないできたという歴史が、アイビークと、うん、アイビークと生やあの、贅沢たくビヨンディル、クネだダ、よっちゃんばっちゃんから、アイビーたちが。うん 日頃ののこ身近なことに対する感謝の心をですね、日頃から持たないといけないなって我々感じているところです。はい。使い捨てになったり、残飯も。昔んちは好き嫌いや、茶屋とびです好き嫌い。好き嫌いんでいいね、しぐ。

もう寒気がしてるからに、うん、ブルブル震えて <laughs> 合わないんですね。ずっと戻してやすごい。今でもタコがつく、あのあれさ、はい、逃げが来るさ、うん、タコがくっついていたその隣のまでも食べない。ああ味がつ,つい,ていた。うんはい はい、よちゃばちゃお話しむイビーシが、あの、旧暦のですね、今日は、あの、ウガンブとち、ふとちうがの、うん、そして、やしちのウガン、そして、来週月曜日が、うん、え、旧暦の正月ということで、うん、はい、ウヤファーフジ、この、私たちの、親祖先ですね、感謝する心と、身近な神様、そして身近なもの、感謝する心っていうのを、今一度、あの、感謝のこ、うん、や、必要や,や、歓迎戦や、あの、 わからんちゃん、ちゃんばんるるん。うん。はい。よっちゃんばちゃん、エンディングに近づいてきましたけれども。うん、はい、また来週に向けてですね。うん、今週は、あの、また、シアサティ。ワークルサービーサーが来るということで。で本当に、今日の二十七日よ。うん。ワークルさん。